アサギーニョです。唇どこ？うちの唇どこ行った？どこ？どこ？あ、こんなとこにあった。はあ、よかった見つかって。今日の動画はどんなワクワクをお届けするかというと、今から北海道に行きます。そのパッキングの様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。ただのパッキングではございません。今日は極端グッズをたくさん買ってきました。ユニクロ以外にもロフトとかで紹介しながらパッキングをしていきたいと思います。まずはロフトから。これね、めっちゃ驚いてんけど、こちらです。じゃん、これキリバイのさ、有名なカイロなんやけど、ポケポカって言って、これめっちゃ賢いと思って考えた人。これ地球を救う可能性がある。これ見て、ポケットになってるんやって。ほんでこれ何が便利かっていうとな、ポケットだから傘持つ時にここに挟んだまま持てるっていう。で、手離してもくっついてるから安心。考えましたね。ほら、これ実際に使っている様子、こちら。現在北海道乗車。こちらのポケポカどうでしたか？あったかいろっていう感じですかね。はい、あったかいろという感じです。天才商品でした。キリバイさん、ありがとうございます。パキュン。次はまたもう一つカイロやねんけど、これ気になる。じゃん、ネーミング最高です。パルマグマ。相当熱いんやでな。よくさ、カイロでさ、もうなんかぬるい、そんなに熱くないやつあるやん。これは平均55度が6時間持続。大丈夫か逆に。だって55度ってもうお風呂で言うたらもう地獄絵図って感じやけど、大丈夫かな。腰になんか火ついたみたいに熱くならへんかちょっと心配やけど、これちょっと背中とかに、お腹とかお尻に貼りたいと思います。実際つけてみた映像こちら。マグマ、雪に打ち勝つ唯一のアイテム。室内ではマグマを外すことになりました。熱すぎて燃えるレベルね。熱い、マグマ剥がしてくるのも息切れ止まらんねんけど。熱い、マジですごい。でも雪の中はマジ助かった、ありがとうって感じ。マグマ、マグちゃんありがとう。バキュン。じゃあその次にこちらです。じゃん、これは消臭足元回路って言って、靴の中に入れる回路なんや。うちいつもな、もっとこう足全体に大きいやつやねんけど、足の裏ぐらいのサイズ、これしかなかった。冷えた足先の、足先だけこうやって入れるタイプ。これは消臭されるみたいで、足用回路マジであったかいからもうむっめっちゃ便利。だからうち今年の冬は結構 MV の撮影とか外にずっとおるとき使ってた。ディズニーランド行くときとかもう絶対に貼ったら何倍も楽しみが違うから。カイロ3種類でした。よし、これは全部持っていきます。ティナタもおるし、カメラマンもいるから、みんなの分分け与えようと思います。マザーテレサかよ。バキュン。次はユニクロです。こちらです。これうち一着も持ってるんだけど、極暖のさらに上、超極暖のヒートテック。これはめちゃめちゃ暖かいな。これ今んところ日本で一番なんじゃない？一番暖かいやつ。うち一枚しか持ってなかったからもう一個買った。まあまあ、これはもうみんな知ってる人も多いのでは。これ見て、外は結構もうね、風も通さぬ勢いで、中は裏起毛でちょっと分厚めなんよね。まあ、親指の爪2枚分ぐらいの分厚さ。これはとってとてもあったかいので、お洋服の下にいつも着てます。で、次はこれちょっとね、私びっくりした商品あった、知らんかったよ。これじゃん、みんな知ってた？これヒートテックエクストラウォームボアタイツっていうこのタイツなんやけど、普通の黒タイツやと思うやん。びっくりした、これ触って、じゃーん、あったかー。これさ、むしろさ、もう靴やん。もうさ、ダイバーさんがさ着るようなああいう感じの、もうものすごい分厚くて、中はふわふわの生地で、これ履いてたらマジでどこでも行ける。こりゃ最高よ。ちょっと履いてみようかな。ちょっと失礼。うわ、すごい。うわ、マジすごい。うちこれ中高生やったらさ、うち制服の下に絶対これ履いてた。いいなー、今の学生さん。バキュン。
え、OL の皆さんとかもさ、立ち仕事の皆さん履いたらいいよ。え、マジでウェットスーツこれもう一個買えばよかったでな。ただこれ靴下上から履いたらちょっと相当分厚いからどうしよう。うち明日の服やねんけど、パンツはこれとこれにしようと思うから、まあ、どっちもワイドなパンツやから全然いいかな。けどスキニーとかタイトめなパンツ履く人はちょっとキューになるんじゃない。いやー、これ感動いたしました。せっかくなのでこの上のスーツも着てみたいと思います。ちょっと失礼、お待たせいたしました。いや完璧でございますわ。ほら見て、私このまま今外出れるかもしらへん。あったかいもん。ほらこのまま外出たらマジ捕まるかな。いやマジであったかい。これ上のヒートテックよりタイツの方があったかかった。いや感激いたしました。バキュン。で次、これは今回履く機会あるかわからんねんけど、ヒートテックニットレギンス、ヒートテックにニットが出ましたということです。これはねレギンスやから足の先っぽはないわけよ。だからまあ靴下上から履いたりとかできるかなって。これやったら完璧。わ、もうなんか足の感覚ないもん。このレギンスはなんかいつもスカートとか履いてる時にこうやって上げて見えへんように中に仕込ませててもいいかなと思いました。バキュン。最後にこちら、ヒートテックフリースタートルネックティーなんやけど、フリースのさこういう服持ってないから便利かなって。色味良くない？マスタード色はめっちゃ合わせやすいから、冬場はこのフリースで。いやマジ無敵。ここはつく、ここつきます。ちょっと暑い、やめます。いやでもこのフリースもめっちゃあったかい。お洋服はこれ持ってこうと思うから、このナイキのアウターの中にこれ黄色入れたら可愛いかなって。可愛いんじゃない、合うんじゃない。あと買ったものは終わりやけど、寒いのでこのダウンを着ます。これはコンバース東京で買った今年一番お気に入りのものです。これだけ持っていけばマジ北海道余裕っしょ。はい、あとはこれ私のお気に入り手袋、じゃん。これスマホ触られへんからちょっとだけ不便と、去年買ったあったかお帽子、これ耳が寒い時はこんな風にポチポチって外してこうもできますから、これやっと使える時が来たな。東京でこんなんしてたらさ、どこの人って言われんねんけど、北海道やったらこんな人たちがたくさんいるんじゃないでしょうか。あ、カレーついてたじゃん、教えてよ。バキュン。あとはスキンケアグッズを入れて、コスメポーチも入れまして、大切な大切な iPad もセットするので、よし、それでは行ってまいります。レッツ北海道。